はい、どうも皆さん、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーですね。はい、またミニボトルなんですが、マッカラン12年ということでね、今回はこちら。これ高かったんですよ。ミニボトル 50ml しか入ってないんですが、値段800円ぐらいしたかな、これな。マッカランはね、クソ高い。クソ高いんだ。これフルボトルいくらするのかな？マッカラン12と。ちょ、ググりますと、フルボトルで、あ、でもいい、そんなでもない。4000ぐらいですね。あ、じゃあ、あれか。あれか。ボーモアと。ボーモアと同じぐらいじゃん。じゃあ。あ、なんだ。え、じゃあ、50ml でこれ、700円ぐらいだったかな。ちょっと高えな。50ml で700円はちょっと高えぞ。ちょっと高えぞ、それは。まあいいや。アルコール度数40度。あ、これシングルモルトウイスキーですね。シングルモルトスコッチウイスキーということです。まあ、これボーモントとあれだ。同じだ。ここのマークっていうか、これ生意気にもあれだな。小生意気にもミニボトルで、コルクついてやがる。あれ？コルク今までついてたやつなんて俺なかったんじゃないか？ミニボトルで。ないよね。ないね。小生意気にあれだ。ミニボトルのくせにコルク付きかよ。だから高いんじゃねえの？これ。なんか無駄にあれだな。高級感を。ミニボトルっていうかミニチュアボトル。ああ、でも色濃いわ。すごい。いただきます。乾杯。ああ、すごい匂いが強烈というか強い。これまた今まで飲んだことないウイスキーの味がしますよ。これは。わあ、すごいな、これ。ボーモアみたいにね、すごい、なんか、こう、味がさ、何個もこう味がこう、ブワーって渦巻いてる感じ。これは表現しきれんわ。俺の口ではちょっと。これは表現しにくいね。すっげえ独特な香りがする。これは確かにあれだわ。ボーモアレベルの値段するだけはあるわ。すごい。すごい、これは。もう、なんて言ったらいいか全然わかんないけど、とにかくすごい。これは。
マッカラン、サントリーですね。一応これあれなのか。マッカランじゃなくて、ザ・マッカランか。マッカランで、ハイボールをって書いてあるね。いやー。これはすごいな。これはハイボールじゃん。あれだぞ。確実にもったいないぞ。あ、これすごい。うん。これやっぱトワイスアップで飲むべきだな。これは絶対。これはトワイスアップで飲むべきだ。ということで。よいしょ。よっこいしょ。ちょっとあまりね、味が濃すぎてもね、濃すぎるんで、ちょっと、逆にちょっと薄めないと、ちょうどいい感じにならないっていうか、あまりにもこう、幾多にもこの味が、こう、ブワーってくるんで、これね、ちょっと、半々で水で割って。だって、半々で水で割ってもいい。普通のウイスキーでもないか。でもやっぱ色がすげえ濃いわ。うん。あった。ミニチュア瓶が920円だって、希望商売価格。920円。700ml が5000円だって。希望商売価格がね。だからやっぱり、これ800円か700円くらいしたんだわ。多分。そう考えるとすっげえ、なんか、損した気分だね。ものすごく。うん。うん。厳選されたシェリー樽で最低12年間熟成させた原酒のみを使用。うん。でも多分加水はしてるんだろうな。40度だからね。うん。これは。もう全体的にね、バニラっぽい味はするのは確か。結構バニラっぽい味は強いですね。まあ、味つうか香りなのかわからんけど。で、でね、ボーモアのような、なんか塩の香りもするんだよね。非常にボーモアに結構似てる味が。若干、あれもします。なんだっけ。セイロガンの味もします。若干。ほんの若干だけどね。若干するね。いやー。これはあれだわ。高いのわかる。納得。そして無駄に、その、ミニチュアボトルでコルクを使ってるんで、ね。無駄に値段が高くなってるのもわかった。あ、これはすごい。すごいんだけど、
すごいのは分かった。ただね、俺、ボーマーの方がね、好きです。まあ、値段同じだからね。ボーマーと結局値段同じだから。これとこれでどっち買うかって、ボーマーと、ね、どっち買いますかって俺言われたら、ボーマーが選びます。けど、いや、確かにうまいな、確かに。うん。ただね、あまりにもいろんな味がありすぎて、口の中で、こう、ブワーッ広がってくるんで、ね、もう何が何だかわからない。うん。結局、俺みたいな、人間に、これ、こういう味がして、こういう味もするし、こういう味もする。あ、まだこういう味もするわ、とかって、いうあれがあればいいんですけど、残念ながらそんなのは、僕にはあります。あ、なんかいろんな味がするのはわかるけど、口で表現できない。でね、全く関係ない話ですけど、今日ね、先ほど、るろうに剣心のね、アニメのニコニコ生放送で、アニメのやつがあったんですけど、いや、あれでね、もうめっちゃ泣いちゃってね、やばいんですよ。なんか、アニメの、なんだっけ。まあ、わかる人だけで、ね。るろうに剣心の、過去編みたいなのあるじゃん。剣心と、の昔の話。うん。ともえっていうさ、ヒロイン。との、物語みたいな。あれ何編だっけ？追憶編か。なんか追憶編っていう、まあサブタイトルのやつね。と、もう一つやったんですよ。あれ何編だったっけ？これがね、両方泣けるんですよ。もう今もちょっとやばいんですけど、思い出すとね、泣けてくるんですけど。あ、何編だったっけ？俺これ見たことなかったんだよ。追憶編は見たことあったんだけど、まあ、今なら、プレミアム会員だったら、タイムシフトでね、視聴できますけど。るろうに剣心の、なんだったっけ。星下編。星下編っていうのこれ。なんていうの。星って書いて、下柱の下で、星下編。まあ、これはね、俺今まで見たことなかったんですけど、いわゆる原作の漫画、コミックスの方のやつが終わっての最終巻の数年後かな。10年後ぐらい。剣心と薫の、まあ、ヒロインのね、子供が15歳以上になってる。これ初めて見たんですよ。これのアニメね。うん、で、まあ、うん、まあ、これ以上言うとちょっとネタバレになるんで、言いませんけども。まさかね、こんなあれがあったと。
話ですよ。こんな話あったのかと。息子が、15歳かな？ね、これがね、いや、確かにアニメとしては、いい結末というか、まあ割と納得というか、まあ、ねえっていう感じだったんですけど、いかんせん、泣いた理由として、感動して泣いたんじゃなくて、悲しくて泣いたんですよ。俺。もうあまりにも感動するとかのじゃなくて、水浴編は感動して泣けるんですけど、ね。この、星島編は、これね、やっぱりね、一般的にも、賛否両論があるらしくって、正直、あんまり原作が好きな人はあんまり見ない方がいいですっていうやつですね。俺も正直、と思ったんですけど、全部見て、まあ、なんかなぁ。まあ、泣けるのは確かなんですけど、あんまり救いがないので、救いがない、泣け方というか、もう感動するお話というよりは、悲しさで泣いたっていう。泣ける。いわゆるラブストーリーみたいなんじゃなくて、ラブストーリーだったら感動して泣けるんですけど、もうラブストーリーじゃない、もういわゆる、もうなんていうのかな、結局救いがないんですよね、あまりにも。原作はほら、原作の最終巻の最後で、最後はもうすごい、ね、まあ感動するみたいな感じになって。ね、まあ泣けはしないかもしれないけど。そんな感じで終わるんで。ですけど。まあ実際、追憶編も、まあ、あれですからね。原作でやってますから。まあ、原作読んで全部、全巻読んだ人だったら全然わかるんですけど。この雪島編っていうのは、星島編か。これはもう、原作にも一切ない、書かれてない。うん。だって、剣心の子供が、元服 ?15 歳以上になってる。で、もう、ね、剣振ってるストーリーみたいな感じですかね。これはちょっと、かわいそうで泣いたっていう感じだね。うん。結局。うん。感動して泣けるっていうよりは、なんか悲しくて泣いた。ラブストーリーで泣いたんじゃなくて、ね。ラブストーリーの映画で泣いたんじゃなくて、いわゆる、ドキュメンタリーで泣いたみたいな感じ。わかる？この感じ。わかるかな？いや、でもこれはね、すごい、ある意味で、ものすごく泣けました。もう、はっきり言って、ここまで、流浪に剣心の物語が悲しいと思った時はないですね。うん。こんなに悲しい話が、ねえ、よく原作者これ許したなっていうか、まあ、原作者それ作ってんの？その話を作ってるはずですからね。
ようこんな話にしたなって。まあ、ちょっとおかしな点も一個ありましたけどね。正直なところ、なんであそこでね、なんであそこでお前、剣心お前あれだと。性欲に負けたのかと。もうあそこがなければ、あの性欲に剣心が負けなければ、多分割といい未来だったと思うんだよね。いい未来っていうか、まあ、いい未来っていうか、まあね、まだ救いはあったんですけど。なんでお前、剣心、ハオルとセクロスしてしまったんって、いうことですね。まあ、見たことない人はね、ぜひ見てみてください。面白いことはないですけど、面白くはないけど泣けるのは間違いない。あれね、多分、映画か OVA か。多分 OVA ですね。多分OVA です。限定の。テレビでは放送されてない。OVA 限定のオリジナルビデオアニメの限定です。の話じゃないかな。作画がだいぶ、絵がだいぶ違ってましたから。あっちも違ってましたけどね。なんだっけ。ともえとの話のね、追憶編。追憶編も、OVA 版、やってましたね。あの2話は、ね、OVA 版は非常に、その2つとも非常に泣ける話ではあるんだけど、泣けるのが、だいぶ違うね。どういう意味で泣けたっていうのが、もう救いがあるかないかですね。感動して泣いたか、悲しくて泣いたかの違いです。あれは。まあでも、久々にね、まあ、泣いたことによって、ストレスというか、泣くことはあれですか。いいことですかね。ああ、だいぶスッキリした。はい、ということでね。まあ。評価。泣き疲れた、本当に。コク、ご、甘み。甘みは、まあ、割と甘い。いや、でも、あれだな。でもやっぱり、ルローニケンシン面白いですね。で、また関係ないですけど、ルローニケンシンですね。今日ですね、実はヤフオクで原作の文庫版のやつ。実は、ヤフオクでね、最近買いまして、それが今日届きました、全巻。14巻だったかな？全14巻。全14巻届きました。やっぱね、前ね、持ってたんですけど、売っちゃったんですよね、原作。通常コミックスのやつ。まあ、今だって、るろうに剣心完全版ってやつもあるし、文庫版もあるし、単行本のやつもあるし、結構多いんですよ、るろうに剣心人気で。
で、完全版はちょっとでかいので、あれがね。うん。だからちょっと、やめました。しかも高いし。一冊1000円ぐらいするからね。おかしい。うん。まあ。完全版はなんか、サブストーリーというか、もう、単行本にはついてない、載ってない、ね、話題も何個か載ってるみたいなんで。あ、文庫版にも載ってます。はっきり言って、完全版を小さくしたのが文庫版みたいなもんですかね。文庫本ですかね。はい、まあいいや、関係ない話は置いといて。5354です。ご視聴ありがとうございました。